いいですね。どうもこんにちは、ちょっとフレッシュな空気を吸いに山梨県までやってきましたが、そんな遠い山梨県じゃありません。ここは JR 中央線の塩津、上野原市になります。眺望の素晴らしい秘境感もある駅なんですけど、ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますけれど、とても珍しい施設があるということで、それがこちらです。はい、山の上のニュータウンに伸びる車高エレベーターなる乗り物があるということです。しかも無料です。実際どんなエレベーターなのか、ちょっとのんびりとそのエレベーターお邪魔したいと思います。線路が3本ありますね。いや、静かな駅だ。そもそもね、このね、塩津という駅名も珍しいですよね。なかなかパッと見に塩津って読める方少ないと思います。こちらが塩津という駅、八王子を起点にすると西八王子、高尾、相模湖で富士の、ここから山梨県に入って上野原塩津という、本当山梨県の入り口ですね、ここは。でもやっぱり空気が違いますね。なんか工事してるんで、趣のある駅舎ですね。110周年。で、あ、エレベーターはあっちだね。あっちですけど一旦出るの。夢と希望あふれる開発、快適発信都市上野原。勝手にエレベーターまでは駅と直結してるかと思って、雨の日なんか濡れないで行けるかと思ったらそうじゃないんですね。ということで、駅前はこちら、国道20号が走っています。向こうが新宿方面。こっからだ。コモアブリッジという名前がついてるんですね。へー、コモア塩津インフォメーションセンター。やっぱり駅からは直結はしてないんですね。駅の秋のこの歩道橋を渡ってエレベーター乗り場に向かうという。やっぱり雨の日は濡れないで駅まで行けるというわけではないんですね。ましてやこれ首都圏で、ある程度酔っ払って帰ってきた時にですね、ここ歩くの結構しんどいっちゃしんどいな。あ、これが入り口だ。できて30年経ちますから、それなりのやれ感がありますね。なんかこう未来への入り口というイメージとはちょっと違いますね、うん、あーでもいい景色だ。これはいいね。近隣住民のご迷惑となります。お静かにあれください。この看板や文字があちこちにあるんですが、この下の町に住む方は、上の町の方の想像したように辟易してるんですかね。もうこんなのばっかりありますもんね。なんかあったのかな。やっぱり もちろん下のこちらの方々の方が以前から住んでらっしゃる人たちですもんね、うん、で、静かな暮らしをしていたところに突然上の方で3000人以上が生活を始めたら、まあ確かに戸惑うといえば戸惑うかもしれません。どうしよう、コモアブリッジ乗り場、エスカレーター、エレベーター、エスカレーター2種類あるってこと。ちょっと待ってください。え、ちょっと行ってみよう。これのこと。ちょっととりあえず階段、あ、エレベーター、エスカレーター、いやこれじゃないですよね。もまあまあちょっと行ってみよう。おおおお、
コモアブリッジ。あ、え、下り、下りしかないよ。あ、すごい、いやーすごい、素晴らしい、これは素晴らしいですね。うわー、初めて見ました。あ、あ、これが、あ、すごい、エレベーターがこれだ。ちょっとすごい、わ、お、このエレベーターは斜めに動きます。安全上やむを得ず急停車することがありますので、必ず手すきにお捕まりください。で、エレベーターなんだけど手すりに捕まらなくちゃいけない。え、これは2つあるの、2機あるんですね。え、1号機、2号機、どっち、あ、来た来た、ちょっと興奮を抑えきれません。すいません、お邪魔します。ちょっと住民じゃないんですけど、失礼します、失礼します。お、ここ行きます。上下押すんですかね。上行きます。あ、あ、あ、動き出しました。これはすごい、貸し切りです。あ、あ、電車が今装着しました。今車高エレベーターに乗っています。そうそう、手すりに捕まれってことは、この手すりなんですね。急停車する恐れがあるので、手すりに捕まるような案内がありましたけど、これはちょっとしたケーブルカー気分ですね。いやー、これは素晴らしいですよ。紅葉のシーズン、あるいは新緑の季節などは素晴らしい展望がありますよね。あ、ちょっと待ってください。途中駅があります。途中、え？で、横がエスカレーターがあって、エスカレーター利用しても下りだけでしたもんね。ちょっとね、下調べもなく来てしまったんですけど、素晴らしいです、これは。あ、今ボタンはこちらとこちらにありますね。本当はこっちを押すべきでしたね。いや、ちゃんと手すりがあって、ただ決して広くなく、本当ごく一般的なエレベーター、むしろ最近の、オフィスなどのエレベーターよりも狭い印象ですけど、これが30年前からここにあるわけですね。だからこのご時世、ちょっとこのエレベーター密は避けられない感じもしますけど、まあでも多分皆さん工夫されながら使ってらっしゃると思います。密にならないように。そうこうするうちにエレベーター上がってきてます。基本下調べをしないで来てしまったので、あの何分ぐらい乗るのか、あと距離も分かりませんけれど、ここはちょうどバブルの絶頂期に、東京都内ではなかなか住宅が買えないと高騰して、そんな中、どこかのゼネコンがニュータウンを作りますよということで、シオツを選んだんですね、上の話を。で、91年から、そのニュータウンが完成して、入居がスタートしています。ただその時もうバブルが、まあ、弾けた後だったので、ニュータウンそのものとして果たして発展するかどうかというふうに言われていた時期もありました。あれから30年、ただ、この上の町には人々の生活があると聞いてますんで、ちょっと今日楽しみにしています。これもうこの段階でかなり楽しいです。ここは驚きましたね。あ、なんか書いてあるんだ。今頃ここに距離 200? ちょっとビビります。ドキッとします。はい、降ります。どうもありがとうございました。着きます。無料です、ここ。
いやエレベーターありがとうございました、上野原の塩津、上野原市上野駅に着きました。ちゃんと消毒のね機械も用意されてるんですね。左のエスカレーターもあるんですね。降りるときはそれこちらを利用しますか。はあ、これは素晴らしい。ちょっと待ってください。うわーすごい。これちょっとジオラマがあります。住居表示案内図。コモア塩津というのが住所なんですね。コモア塩津、どこ住んでんの。コモア塩津っていう感じなんですね。この上の町はコモア塩津の1丁目から4丁目まであります。これがないとルートがある。ここに、国道20号塩津駅方面への道路があります。もちろんねこれだけがアプローチ手段だとちょっとね心配ですもんね、有事になると。ほう、このプラザ、金融機関もありますし、プラザというショッピングプラザもあります。医療機関もあるようですね。あら、これがメイン通りかな。駐在所、おまわりさんもいるんだ。自転車に乗る男性、つまりこの上の町だけで使う自転車ですね。これほら、自転車置き場、限られたエリアだけの自転車利用になります。あんまりここは電動自転車必要ないかもしれませんね。そう思ってみると確かにここに置いてある自転車で電動自転車は一台もありません。必要ないです。フラットな街です。素敵な街並みです。公園があります。時計の公園センターコムって向こうにあるんですね。ちょっと思った以上に静かで、ゆっくり時の流れてるような、しかも空気も綺麗で素晴らしい環境ですね。自分がもし25歳ぐらい若かったらひょっとしたらここに住んでたかななんて勝手に思ってしまいます。あ、でもねちょっと仕事にもよりますね。そして現在出ている中古物件情報を見ると、土地の広さ十分ありながら2000万前後というですね、これは相当お得なニュータウンというふうに考えていいと思います。ここはさらに高いですけど426平米土地がありますから、ちょうどど真ん中にいる感じですね。ちょっと道行く方に尋ねてみたら、このエリアでだいたい3500人強の方が生活をしているということです。じゃあ皆さんの顔大体ご存知ですかと聞いたら、大体わかるって話してました。桜が咲いてますね。桜がね、これがさっき案内にあった時計の公園のようですね。まんまです。時計があります。コモアプラザのショッピングセンター専用の駐車場のようです。それ奥の方の方が車で買い物に来るわけですね。なんかこの町に住んで毎朝眼下の中央線を目指すというのもルーティンになると楽しいかもしれませんね。これ飽きない気がします。平成3年だ。平成3年から運行していると。エスカレーターで行きますか。これも最高ですね。階段も一応あるんですね。非常時には階段、そしてお急ぎの方はエスカレーターで、さらに歩く人もいるでしょう。そして両サイドにエレベーターというこういう仕組みになっています。光がよく差していて暖かいです。
夏場になるとこれ暑いのかな。ずっと止まってますけど、疲れたのかよね。急いで走る人いるけど、駆け下り禁止と書いてあります。この2つ目、はい、あ、ちょっと後ろからすごい勢いで女性が来たんで、私も駆け下りない程度に歩くことにします。まもなく電車が来ると見えまして、とにかくものすごい勢いで人々に向かいました。いやいや、すごいな。ここもまた中間地点です。あ、エスカレーター 4基あるのかな。次々に若い人に向かれていきますけど、これしょうがないです。確かにこれエレベーターはちょっと密ですし、下りはエスカレーターを利用する方の方が多いかもしれませんね。上のスーパーも充実してたし、なんかすごくいい空間でした。ここが三陸駅になります。そうか、さっき私が登ってきた階段はやっぱり下る人は歩いて降りていってくださいっていうことですね。エスカレーターも残りしかなかったですからね。素晴らしかった。下界に戻ってきた感じです。観光気分で来てしまいまして、で塩津駅が見えます。ホームの高尾より八王子寄りの方に来るとしっかりと見えますね、エレベーターが。ちょっと私来るとき先頭車両に乗っていて、甲府寄りから見ていたんで最初分かんなかったんですけど、こちらから来た方が綺麗に映えた絵が見えます。